お前は偉くくないいので、でで死んでください予選敗退です。現在 X を騒がせている芸人フワちゃんからヤス子に対する暴言が削除された騒動フワちゃんは謝罪したもののヤス子本人がとっても悲しいとつぶやいておりフワちゃんへの批判は増すばかりだ破天荒キャラで名を上げてきたフワちゃんだが今回集まった批判の中には普段からの 非常識エピソードを思い出す声もある5月には、お笑い芸人、ネルソンズの青山ホールガチが、千原ジュニアの YouTube チャンネルで、飛行機内でフワちゃんを見かけた、サイの言動を暴露しています。フワちゃんは、離陸前から椅子を倒して寝入っており、客室乗務員、CA に、注意されても寝たままで、CA が座席を元に戻し、二人がかりでベルトを装着したといいます。 着陸前にも倒した椅子を戻さず CA のお願いをひらすら無視していたとか根は真面目キャラでもあるフワちゃんですがあまりにひどい態度に天狗かよといった非難が集まりましたさらに何度も問題になっているのはなかなか治らない遅刻癖だ2023年1月にはアイドルグループからとの韓国ロケがありながら パスポートを忘れて3時間も遅刻したことを明かし、厳しい批判が上がっていました。毎回放送される、有吉の夏休み、フジテレビ系のロケでも遅刻を繰り返し、有吉弘行や共演のみちょぱから、いい加減にしろ、などと叱られていたことも記憶に新しいです、当然。これまでは、キャラクターとして許されてきた部分もあるだろう。だが、 今回の騒動が起きたことで、X では、過去の所業も含め、もう見たくないといった声が続出してしている。ジュニアの YouTube で、飛行機での悪態聞いてたからやっぱりね、32もなって、死ねは幼稚すぎる。そもそもフワちゃんって、飛行機内でもトラブってたし、遅刻常習犯らしいのになんで、ここまで持ち上げられてテレビ出てるか、意味不明なんだよね。 見たくないから YouTube だけで活動しといてほしいわフワちゃんって先輩に礼儀ないとか遅刻しまくるとか飛行機の中で周りの人に超失礼な態度とってたとかいう話聞いてから嫌いだったんだけどここで本性出てきたなって感じまだまだ炎上は収まりそうにない以下はネットユーザーの反応をまとめたものですどれだけふざけていたとしても死んでくださいなんてありえない 絶対に使っってててはいいいけない言葉それを信じてしまう人だっているからね私も忘れ物をしたり約束をすっかり忘れてしまったり場の空気を読めなかったりとおそらくあの病気の気があるのだろうなと思いながらも頑頑張張っってて治そうと頑張ってますただ人に対してひどい言葉を使うことだけはないいじめも受けてきたし暴言は時に人を傷つけるということもたくさん。 教わってきましたできないことがあってもいい。頑張って治そうと思えば、いつかは改善される。ただ軽々しく、死という言葉だけは使うのはやめてほしいと思います。少し売れてくると、有頂天になるのが芸能人の宿命ですね。周りからチヤホヤされると自分は、偉い人間だと錯覚してしまうのですね。自分はこういう、悪いところもある人間だという自覚が、 欠落ししているんでしょうね自分が言っていることを他人から言われたとか全く考えずに喋ってしまうのですねこういった人たちはある意味かわいそうな人たちただと思います何が愛情か生きがいかなど全く知らないで生きていくのでしょう心の中からの喜びなど知らないのですから憐れんでやるしかないと思いますギャラが安いいからといって 安易に起用し続けたテレビ側に問題がある礼節を重んじる日本人とはかけ離れた言動目上に対する態度などキャラとして演じており裏では律儀な人であれば言われないだろうが裏も表も変わらないということかテレビ局としても今後は起用することを減らしていくことを願います若気の至りなんて言葉もあるけれど これまでの発言の数々、それがたとえネタだとしても、芸風だとしても、もともと、あの態度は、少なくとも我々、大人層には、すごく不快に映ってしまうから、いつかどこかのタイミングで、シフトチェンジしていかなければならないよな、と客観的に思います。ニュースの中身を読まなくても、この人を見るだけで嫌な気持ちになります。そしてなの話題が少し落ち着いてきて、 ネットニュースで毎日見なくてよくなったかと思えばまたふわちゃん人を傷つける人たちをわざわざニュースに取り上げなくていいよ番組制作会社の人はもう少しこういう人を番組に出す前にふさわしい人かどうか見極めてほしいしニュースをアップするならもっとマシなニュースにしてほしい離陸前から椅子を倒して寝入っており客室乗務員 CA に 注意されても寝たままで、CA が座席を元に戻し、二人がかりでベルトを装着したと言います。これ、不足はともかく、JAL も離陸前だったのだから、指示に従わない乗客は安全阻害行為で、航空法に違反しているのだから、JAL は不足を放棄させるべきだった。JAL の安全に対する甘さも露呈した。有吉さんからの遅刻癖に対する苦言が一つの、 ターニングポイントになったように思う。そこから機内での迷惑行為や色々な悪評が席を切ったように出てきた。あれで海外移住に追い込まれた感もあるし、自情自爆になった。これの暴言でとどめで、愛は地球を救うのか、には出れないだろうし見ることもなくなるだろうね。いくら批判したところで発言は取り消せないし、なかったことにもならない。私は、フワちゃんも、 やす子さんも嫌いですがやす子さんの悲しいという気持ちは十分に理解できますフワちゃんに関してはもう業界追放でいいでしょう冒頭に書きました撤回はないのですよ謝罪はすべきですがやす子さんをはじめ世間が受け入れるかは別問題です今必要なのは所属事務所あるのいや番組スタッフがもう彼女は使わないという 判断だけでしょう。首です。彼女が理解するかしないかは知りませんが、年齢的にも何ら問題はないはず。そんな中でも、まだ彼女を使う考えがあるなら、今度はそちらが批判の的にもなることでしょうね。まだわからんのかと。これを機に使う出演者、番組内容を見直すことも必要かもしれませんね。個人的に真っ先に頭に浮かぶのはこれから。 意味不明なチャリティーマラソンとか言ってる番組ですがフワちゃんは「もう不要ですよ出さないで」ようやくこの人が私たちの前からいなくなる時が来たのかな今までの言動を考えてもなぜ彼女を起用してる会社があるのか理解できなかったのにこれでもまだこの人を使うマスメディアや企業があるとしたらその会社すら同じレベルにあるのかとすら勘ぐってしまう 安子ちゃん、どうか心を強く持ってね。ダメなものはダメと、脳を突きつけないとこの人はまだまだやると思いますよ。